はい、たーい。はい、時計は午後10時30分回ったところです。小室由里のゆるサプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けしております。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、恋愛スキル協会リコモ、占い癒しところ薬務庵、琉球食経、 YouTube カノンチャンネルあなたの物語提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。大きな台風近づいておりますね。皆さん災害にはくれぐれもお気をつけください。ツイッターを見てくださっている方はご存知かと思うんですけれども、先週ですね、鹿児島県に行ってまいりました。何しに行ってきたのかというと、チラン研修、わかりますかね。チランって終戦間際に特攻隊、特別飛行隊、特別攻撃隊ですね、失礼しました、特別攻撃隊が飛び立った日本で一番大きな基地が鹿児島県の知覧にあって、特攻隊で命を落とされた方の遺書とか遺品とか、まあ、史実、こんなようなものをちょっと勉強しに一泊二日で行ってきたんですね。大人になってこう戦争のことを改めて学ぶ、改めて知るって、また子どもの頃と感覚が全然違いますよね。まあ違って当然だと思うんですけど、なんて言うんでしょうね、ナビゲーターの方がいらして、よくその方がおっしゃっていたのが使命だと。その方はこの知覧で起こったこと、知覧から飛び立っていった方の思いを伝えるのが私の使命ですっておっしゃって、で皆さん飛び立った方それぞれ、それこそ飛び立ったけど帰ってきてしまったとあえて言いますが、帰ってきてしまって生き残った方の使命、またそれを支えている飛び立った方、そして帰ってこられた方を支え続けた方の使命っていうのもそこにはあって、うん、大人だからこそ受け取れるものもとっても多かったなっていう研修でした。使命って命を使うって書くんですよね。あなたの命は何に使いますか？命は時間です。あなたの時間、残された時間を何のためにあなたは使いますか、ということをずっと投げかけられて、大人、経営者、事業家、皆さんこうそれぞれにご自身の事業、ご自身の仕事、ビジネスに対しての使命っていうのを感じながら何かしらやってらっしゃると思うんですけど、それを改めて自分で考えさせられる、やっぱりそういう環境が変わることで見えてくる景色も違えば、自分の中に生まれる感情も当然違ってくる、こういうのを考えるとっても素晴らしい時間を与えてもらってきました。経営者さん、多くの方が知覧研修行かれてるんで、ご興味ある方は一度行かれてみていいと思います。ご自身で行って事実を知って、何を受け取って、自分が生まれてきた命、命の時間ですね、これを何のために使うのかっていうのを考えてもいい時間なんじゃないかななんて思いました。はい、最後はちゃんと白熊本店に行って、でっかい白熊を食べて帰ってきたのは、はい、定番です。はい、ちゃんとやることやって帰ってきました。年一ぐらい意外と行ってるかもしれないですね。どなたか一緒に知覧研修行きたいという方はぜひメッセージをください。この後メールアドレス言うので、そこに知覧研修小室由里と一緒に行きたいと
メッセージいただければ企画をしたいと思います。よろしくお願いします。ということで今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週の夜に聞きたいサプリメントはラブリサーチ。恋愛からセックスまで男女間にまつわるアンケートをもとに女性心理を解き明かしていくというコーナーです。今週は性と恋愛2021リアルな恋愛観というアンケート調査の中からお話をしていきたいと思います。リアルな恋愛観、性、セックスの意識、避妊、性感染症予防の本音、セクシュアルヘルス、自分の人生を決められるか、このような5つのテーマ別に実施されているアンケート、読み応えありますよ。新コーナー始まります。スナックサプリ。元スナック経営者の YouTuber カノンチャンネルあなたの物語を運営しておられます安藤由香さんがお届けするミニコーナー、スナック経営のご経験そしてご体験から我々リスナーの恋と愛に役立つお話をお届けしてくださるそうです。今週は1回目なので由香さんの自己紹介コーナーとなります。楽しみにしていてください。そして DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマ、寿司と恋愛。さあどうやって結びつけるんでしょうね。あのね、今週お寿司の日なんだそうですよ。はい、ちょっと無茶ぶりをしてしまいました。執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんがご担当してくださっています。番組では皆さんからのメール募集しています。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そして次男研修一緒に行きたい人、メッセージください。メールアドレス info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾湾のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。ラブリサーチ。はい、早速いきましょう。今週は性と恋愛2021リアルな恋愛観。このアンケートはですね、15歳から29歳の若者約3300人、30歳から64歳の大人約2000人を対象にリアルな恋愛観、性、セックスの意識、避妊、性感染症予防の本音、セクシュアルヘルスについて自分の人生を決められるか、この5つのテーマ別にアンケートを実施したものなんですね。このアンケートを実施したのがジョイセフという女性の命と健康を守るために活動している日本生まれの国際協力 NGO 団体さん、ここがアンケート調査をしたんですね。これが2021年、去年、これ前回が2019年だったそうなんです。その時もリアルすぎる調査結果が大きな反響を呼んだということなんですけれども、早速見ていきましょう。まずは恋愛観から見ていきたいと思います。恋人パートナーに求めることは世代で異なる。男性は世代問わず容姿を求める。やっぱりね、やっぱりね、そうなんだよねあんたね、そうなんだよね。あなたが恋人やパートナーに求めること、また求めてきたことのうち特にあなたが重視するものを教えてくださいという質問に対して、世代を問わず大半の方が思いやり、優しさ、自然体でいられると回答している。一方で男性はもう世代問わずパートナーの容姿が重要であると。はい、聞いてくださいね。男性は容姿が重要である。他のことはいいかーいって言いたくなるけど、
まあそれがね男性なんでしょうね。もうちょっと詳しく見ていくと、15歳から29歳の男性、1位が思いやり優しさ、2位が自然体でいられる、3位がよし。そうしてもうちょっと上、30歳から64歳年齢が上になると、1位が思いやり優しさ、2位が自然体、そして、まあ、年齢だからなんでしょうね、3位が家族を大切にするときで、4位に容姿が来てると。じゃあ女性は1位思いやり優しさ、2位自然体でいられる、3位ここが男性と違うところ、自分への愛情の強さ、4位がね、まあこの3位と多分連携してる話なんですけど、浮気をしない。では30歳から64歳の恋人パートナーに求めることは、1位思いやり優しさ、もう全員ですね、2位自然体でいられる、ここも同じです、3位これは30歳から64歳の男性と同じ、家族を大切にする、そして4位ここが男性と違うところ、金銭感覚が合う、現実的でもこれも大事ですよね、金銭感覚が合う、さすがにここに体の相性が合うというのはまあ出てこないですよね。でもこの思いやり優しさ自然体でいられる、この1位2位の調査結果の中のちょっと深掘りをしていくと、おそらく体の相性が合う、セックスが、お互いのセックスが好きだという意味合いも入ってくると思うんですよね。では次行きましょう。次は性、セックスの意識。相手にセックスについて自分から相談したことがあると答えた人は、若者全体で 17.5%、 大人全体で 11.5% にとどまり、相談したことのない人が若者全体で 81.4%、 大人全体で 88.5%。 性の悩みを相談したり要望を伝えたりしない現状があると。一方、大人世代よりも比較的オープンに性の好みやトラウマなどもパートナーに話し合っている若者世代の傾向も見えてきたと。とはいえ、やっぱりこの性のことを話し合った経験がないっていうのは、もう若かろうが年いってようがおそらく変わんないんでしょうね。変わってくるのは本当に今若者と呼ばれている10代以下ね、本当15歳、中学生、高校生ぐらいが大人になって、やっと今性の好みやトラウマを話し合えている方たちが、ゆくゆくは性の悩みをパートナーに打ち明けられる、相談できるっていうコミュニケーションが取れていくんだろうなって思いますよね。ということで、今週はちょっと時間が足りなくなったので、また次回、来週じゃないですけれどもね、次回ラブリサーチの時にはこのアンケート調査を使って真理を解き明かしていきたいと思います。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。
なたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つといわれ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。今月から始まりました新コーナー、スナックサプリ。元スナック経営者の YouTuber カノンチャンネル、あなたの物語運営の安藤由香さんがお届けするミニコーナーです。ご自身のスナックでの経営経験、そしてご体験からリスナーのあなたへの恋と愛に役立つお話をお届けしてくださるそうです。今週1回目は自己紹介タイムしてくださってますよ。それでは由香さん、よろしくお願いします。皆様こんばんは、 YouTuber の安藤由香です。今回は第1回目、自己紹介をさせていただきたいと思います。私は去年の6月からカノンチャンネル、あなたの物語というインタビュー番組を YouTube で公開させていただいているんですけれども、そちらの97番目のゲストが小室由里さんでした。そのご縁で今回こちらのコーナーを担当させていただくことになったのですが、YouTube を始める前はだいたい15年くらいいろんなスモールビジネスを自分でやっていたんですね。でちょうどコロナが始まった頃には、スナックとレディースバー、結婚相談所などを経営していました。スナックのママっていうのは男性のお客様からはもちろん、こう働いてる女の子たちからも、男女のことの相談事が一番多いんですよね。で加えて結婚相談所もやっていましたので、スナックのお客様も、何人か入会してお見合いやデートのアドバイスをしたり、実際に結婚に至ったり、また働いてる女の子とお客様が交際結婚にっていうケースも何件かありましたね。でなので本当に昼間も夜も恋愛カウンセラー、結婚カウンセラーのような感じでした。でプライベートでは結婚生活が23年目で、6歳年下の会社員の夫と2人の息子の母親です。そんな経歴経験の中から、リスナーの皆様が参考にしていただけるような恋愛のお話ができればいいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。また YouTube のカノンチャンネル、あなたの物語では、お一人お一人の人生インタビューを公開しているんですけれども、ゲストの皆さんのお話からも、もうそれぞれ深くて参考になるお話が聞けますので、ぜひご視聴いただけると嬉しいです。それでは今日はこのくらいで、第2回目もよろしくお願いいたします。どうぞごきげんよう、おやすみなさい。ね、何がねなんでしょうね。とても透き通るような声でしょ。こんな女性がスナックにいたらそりゃ通っちゃいますよねって言ったらですね、意外と私はっきりものを言うのでお客様に嫌われちゃうんです、えへって言ってて、このギャップがまた良かったりしたんでしょうね。来月も楽しみにしていてください。ゆかさん、ありがとうございました。元スナック経営者の YouTuber 安藤由香さんが管理している YouTube チャンネル、カノンチャンネルあなたの物語は、インターネット検索カノンチャンネルあなたの物語でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサプリ。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占いますよ。寿司ネタと
恋の行方。さあ、結びつきそうで結びつくのか、このテーマ。それではセクシーに握ります。おひつじさ、ねえ、大トロ好きって聞いたらうんって答えるのに、私のこと好きって聞いたらどうして何も答えてくれないの。おうし座、卵を食べている時が一番おいしそうね。私、そんなあなたを見ている時が一番おいしいわ。双子座、ちらし寿司よりも握り寿司が好きって欲張りね。だから好きな女の子のタイプもコロコロ変わるのよね。ガニ座、ハマチって成長すると名前が変わるから出世魚って呼ばれるの。私、出世しなくてもいいからあなたの名字変えたいわ。獅子座、大エビ、甘エビ、ボタンエビって他にネタはないの？油の乗った大トロ？それとも私を食べる？乙女座、サーモンって綺麗な色をしてるわよね。夢中で食べてるあなたを見ていたらサーモンに嫉妬しちゃいそう。天秤座、縁側って淡白なようで油が乗っていてまるで君のようだねなんて他の人がいる前で言うのはセクハラよ。サソリ座、イカオクラのネバネバが癖になるんだよねって言うけど、私に対してはネバってくどいてくれてもいいのよ。イテ座、イクラがいくつ乗ってるか数えながら食べている人初めて見たわ。私の背中のほくろも数えてみない？ヤギ座、ホタテのプリッとした感触が好きって言いながら隣のテーブルの女性に見とれるのはやめてくれない？私だってプルプルなのよ。水亀座、デッカ巻きが好きなあなたのために巻き寿司の作り方習ってきたの。明日の晩ご飯はうちに食べに来ない？魚座、おいしいウニを出すお店見つけたんだよってキラキラした瞳で私を見るあなた。おごられる気満々で憎らしいけど惚れた私の弱みなのね。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はサプリなお客様をお迎えいたします。山口県にあります山根寝具、お布団とか枕とか、ここにお勤めされている山根新平さん、お父様と二人でこの山根寝具を切り盛りされている方なんですけれどもね、お話をさせていただいてすごく面白いなと思ったのが、沖縄のリゾートホテルに寝具を下ろしていらっしゃるそうなんですけれども、リゾートホテルこそ反発力の強いベッドが必要ですって
いう話をされるんですって。なんでって思うじゃないですか。夜の生活も合わせてリゾート地、リゾートホテルでの思い出になりますということをね、プレゼンテーションされる。そう、面白くないですか。その話を聞いていきたいと思います。楽しみにしていてください。私が一番楽しみだと思います。そして9月の20日、連休明けですね、スタボビズにゲスト出演させていただいております。横浜のビジネスの点と点をつなげる、そして人と人、地域と地域、過去現在未来の信頼の架け橋を作るゆるいビジネス情報番組だそうです。マリン FM86.1MHz、 毎週火曜日21時から22時放送中のスタボビズにゲスト出演させていただきました。パーソナリティは太田ありさんとドクター鳥居さん、二人の熱いトーク交わしてまいりましたので、ぜひ聞いてくださいね。9月20日火曜日21時から22時放送中、マリン FM スタボビズ、こちら聞いてください。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しところ八雲庵、恋愛スキル協会リコモ、 YouTube カノンチャンネルあなたの物語の提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。亮斗さん、農園で飲む三品茶似合ってる。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。臆病なものは愛を表明することができない。愛を表明するとは勇敢さの表れである。インドの宗教家マハトマ・ガンディの名言です。好きです、愛しています、その心を受け取ってもらえない時の痛みって想像に絶しますよね。だからこそ一歩勇気を出して相手に伝える、そんなコミュニケーションを心がけていきたいですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなた。